皆さんこんにちは。毎日折り紙です。本日折る折り紙はこちら。はい、チューリップを折っていきたいと思います。チューリップを折るとき折り紙を2枚使いますので、2枚用意しておいてください。あとはこんな感じでね、糊で糊付けをしますので、糊、これも用意してください。はい、用意するのは糊だけです。折り紙はね、緑とあとはいろんな色があってもいいかなと思うので、1枚用意してください。はい、じゃあ早速折っていきましょう。まずチューリップの花の部分から折っていきます。じゃあね、今日は赤で折っていきます。はい、そしたらまずは半分に折ります。半分に折りました。さらに半分に折ります。はい、はい、半分に折りましたら十字の折り目がついてます。そしたら、上の角を真ん中に合わせて折ります。そしたら開きます。そしたらさらにここの十字に合わせて上を折ります。はい、はい、この状態。はい、でこの状態までいったら、さっきは上だったけど今回は下の角を一番上まで合わせて折ります。ここね、一番上。はい、そうするとね、こんな感じ。はい、そしたら次に今度こっちの角をここに合わせて折ります。こうね、逆もこっちの角をここに合わせております。はい、折ったらこんな感じ。これね、ここでね、もうほらちょっとチューリップっぽくなってきましたね。はい、そしたら一旦これを裏返します。裏返したら上の1枚を角と角で合うようにしたところで折ります。はい、はい、OK。 そしたら次で、次に今度この辺をここにまっすぐ折り目がある、この折り目に合わせてこの角をこうやってね、折っていきます。こうやってね、ちょっとね、ここ折り紙が硬いんで注意。はい、こうね、こっちも同じ。はい、したらね、これで斜めに折りました。はい、最後にこの角をちょっとだけでいいです。ちょっとだけ折ります。こんな感じね、ちょっとだけね。全然いっぱい折らなくていいですからね。こっちもそしたら同じようにちょっとだけ折ります。はい、そうしたらこれを
裏返ししてみてください。はい、チューリップの完成ですね。ほら、チューリップっぽい。では次ね、花を折っていきます。花は緑です。これはね、すごい簡単。まずは裏返ししたら半分に折ります。はい、半分に折りました。したら一旦開きます。真ん中に折り目がついてると思います。その折り目に下の角と下の角を合わせるように折ります。よいしょ、はい、こんな感じなので、ね、反対側も同じように折ります。こんな感じね、はい、そしたら下の角を上に合わせております。ここはね、あの好きな高さで大丈夫です。なるべくね、ここの角と真ん中が合うところで持ったら潰しております。ちょっとね、これぐらい出てたらいいです。これぐらいね、はい。そしたら半分に、この真ん中で半分に折ります。はい、半分に折るとこんな感じ。そしたらこれで、あとはこの葉っぱの上の部分を持って、二つね、キュッと開きます。キュッと開きながらここで押さえたら、あとはこれを上から潰して形を整えます。はいはい、これで葉っぱの完成。これがね、ずらし折りね、折り紙重なってるところをずらして潰すという折り方です。はい、これで葉っぱ完成。あとはもうのり付けして完成ね。合わせようかな。こうだからこうで、ね、はい。したら糊を葉っぱのところにしっかりと糊をつけて、もうあとは貼るだけね。あとは貼っていきます。ポンと。はい。はい、完成。はい、チューリップの完成です。はい、糊があったらね、簡単にできるので、ぜひ折ってみてください。本日はね、チューリップの折り方を折っていきました。折り紙教室、あと7回かな、はい、になりますので、ぜひ残りの7回も最後まで、ご覧いただければと思います。では本日は終わります。さよなら。